てきた。はい、それ俺が出すか。じゃあちょっと待ってな。ここは見えてるよね。じゃあこのカードを。なるほど。じゃあ奇数。奇数で、はい。五。奇数ですね。じゃあ先行いきます。じゃあ先行ドローをよっと、うん、なんか自分じゃあ1つ目を、うん、1つ目を家で言おうかな。リオライトパッケージ繋いだらしな。あ、まあ悪くないかって。うん、ベルギーエンドで。エンド、じゃあスタートのコアステップでドロー。その子 BP が1000、そう、2000だっけ。はい、じゃあね、ドラグマルを紹介してゼロコストで。やばいやばそう。あ、そう、次がやばそう。標準ドラゴン。あやっちゃったよ。レベル1で。うわで、バーストセット。はい。まあまあ、標準の効果を使いたいので、うん、うん、終了します。はい。はい、で、ターン入って。ターン入って、相手のスタートステップに一騎打ちが。はい。で、こっちが BP4000 ですね。はい、あれ、この時ってフラッシュタイミングとかあって。ないですか。いや、あったと思う。あれ、強制ブロックが入ってフラッシュってなった気がする。こういう感じか。無限人と一緒だった気がする。あ、うん、でも勝てないです。はい、あ、はい、破壊すると相手がコスト4以下のスピリットアルティメント召喚できない。妖怪にとって本末大です。そうですね。はい。どうぞ。まあしょうがないから火の玉アタックで両陣ドラゴン破壊します。破壊、よし、残り 2体かな。エンドもうちゃんと破壊してくるっていうのすごいな。うん、死ぬ。でリフレッシュで、どうしようかな。とりあえずこれから一発必中。おお、大きく出た。大きく5枚目くるぜ。5枚。じゃあ1枚なんで、うん、どっちからね。サムライドラゴンかな。あ、まつですよね。これが確かデッキの下。あ、じゃあ全部デッキの下。デッキの下で、これ手札に来る。このカードがシンボルが増えるんで、あ、コアが足りない。無理やり出せるけど。無理やり出せるけど、うん、出せるけど出せない。終了します。終了ね。はい、5000に勝てないんだけど。今出しても意味がないんだ、それ。ここは出さずにエンダペ。じゃあこのステップドロ。まただわ。じゃあアマツを、はい、はい、4コストで召喚で、レベルが1なんだよね、今。うん、1しかない。出そう。もう1枚スラインホークを、ダイレクトブレイク。
はい、ソウルコアが乗ってるんで緑シンボル追加で、アタックステップでダブルシンボルのアマツでアタックしたい。はい、やっぱり、やばそう。ブラッシュない。ナイス。ライトいきまーす。この子もいい。ドラグマルもアタックしたい。スービビセンス。ブラッシュない。ないです。はい、まーす。じゃあ、エンド。はい、やばい、あとコアドロー、スイランホープの PP は確か、確かこいつは、1000素で1000で合体値がプラス3000プラス3000、1万、今は8000、ね、5000のプラス3000、レベル2で7000プラス3000。アタック買います。はい。スターアタック。アタック。はい。フラッシュないです。フラッシュない。じゃあライフで。はい。受けます。はい。じゃあエンド。じゃあコアステップドロー。で、リフレッシュ。で、まあ、とりあえずレベルアップで。ヨハ、ヨハでレベル2、このままでいいと思う。アマツ、そいつ殴れたか。指定アタックできるんだよね。で、BP が9000、今勝ってるから、多分ね、それフラッシュ使えるよね。カシャノクリクスだよね。このままライフ狙いに行きます。アタック。お、指定なし、指定なしのダブルで。なるほど。フラッシュ、座敷がある。ヨーハをアタックできないように固めます。できない。で、マジック使ったからキュービーフォックスとりあえず2体召喚。あ、出てきた。
ッシュはなしです。じゃあこっちもグリーンのでブロックまで入ります。はい、指フォックスでブロック、ブロックで、でこっちかしない、ない。じゃあ勝ちます。返されるので秒波アタックできないので、ダブルシンボルか、一応秒波覚醒があるけど、このターンは終了します。はい、はい、ここはどうした、何と耐えたか、お、いけるんだ、召喚しないです。フラッシュで覚醒でこの以外のスピリットが消滅すると4000回復する。ああ、なるほど、消滅か、そう消滅、今だとアマツが覚醒持ってるからアマツが消滅すれば4000回復する。アマツが覚醒で消滅すると、フラッシュないです。ない。はい。ないよ。ない。はい。このブロックできないので、ライフで受けます。はい。でまあヤマトなんだけど。ああ。戦を破壊したい。1万5000円かを破壊、破壊かでしょうか、
なかったっけ、ソウルコア。ソウルコアで、マジックで使用したらブロックされないって効果なんです。あ、なるほど。まあ、差はない。BP が5000、ヤマト6000で、6000ヤマトブロック、はい、ブロックで、はい、フラッシュはない、フラッシュはないですね、はい、じゃあもう一回フォックスで、フラッシュ使います、どうぞ、アマツのフラッシュで覚醒を、使ってドラグマルからコアパ、ドラグマルからパクります、で消滅したのでスメラギだらけ、うわ召喚、召喚コスト怖いね、1万3000でしょうか、はい、はい、フラッシュなければブロックしたい、フラッシュないブロックっすね、1万3000、はい、ないないです、はい、猫でアタックだよね、秒波のフラッシュで覚醒をこっちからパクります、はい、でアマツの覚醒でソウルコアを切ります、でソウルコアを置かれたんで回復します、ターンに1回だけでそのままブロックまで行きたい、はい、フラッシュじゃないです、はい、いやもう完全にアマツに、アマツが出てきてるんで、もうアマツをどうにかできないと終わる、どうもできないから、もうターン返す必要がないから殴ってしまうっていうねじゃあライフでいけます、あ、やばい、エンドでエンドでもアマツいるんでもしゃあないですね、うん、でリフレッシュで、でも手札的に何もすることがないんでレベルアップしてアタックステップでアタックダブルシンボルで、あ、な、なるほどないです、ないです、ないです、来ます、待ってくだ、これやったね、もうカッチカしないんドロターボ2枚ね、まだ戦がおったらワンチャンも出とったんで、あ、それやったくだ、それ